ベザイ天堂臨在院は、1701年から明治時代まで、道の区国宮城軍医も沢村義成にあった大幕州の寺院である。3号は河北山。江戸時代には仙台の大幕州の有力寺院であったが、明治時代に廃寺になった。境内の建物としては、ベザイ天堂だけが残り、臨在院地内ベザイ天堂並びに、道地の名称で、 仙台市の有形文化財に指定されている。大幕州に系統した仙台藩主、伊達津名村が、元禄十四年に、仙台の北西の外れにある、角五郎邸に作らせたのが始まりである。津名村が筆を取って、額の字を書き、仙台城内の万全堂にあった、女意林、観音像本尊とした。海山は、仙台近郊にある大都市寺の、第四世大鳥山であった。 大鳥さんは、大都市寺の薬草を1ヶ月交代で、臨在院に派遣して管理した。寺には両具金13両と、人足縁8人分が与えられた。津波村の後を譲られた伊達吉村は、聖徳4年2月9日に、栗原郡一波様畑岡村で4巻700分、志田郡へ、中野目村で5巻300分、合計10巻分の寺地を与え、代わりに両具金、 人足武地を停止した。聖徳5年9月に、吉村は臨在院を、芋、沢村の吉成に移した。その頃は津村も隠居として、存命で、家臣をやって、衆議の品を届けさせた。教法元年10月には吉村が参見して、大鳥山が70歳になったことをガス歌を詠んだ。大鳥さんは、その年の八月に五社名神社を、翌年三月には、 法送神社を境内に建てた。他に、いつ作られたか不明なべ財天堂があった。臨在院は、安永3年頃には達中を10、松を二23持つ、大寺院で、仙台藩の寺の序列で、着座格とされていた。安永2年1月21日に、寺内の木を討伐しようとした娼婦の頭と背を、福寺の達田が木根で撃って殺した。 行方不明になった娼婦を探しに来た親戚に、竜田は娼婦を追い出したと答えたが、後に死体が見つかったため殺人事件になった。竜田には、残罪、住職には、捜索に非協力的だったことにより、蓄居の判決が、下った。明治になって、治療と藩の保護を失うと衰退し、明治20年頃までに、全ての道具を失い、廃寺になった。境内にあった、 微細天堂だけが地元の人々に守られて残った。昭和60年に発掘調査が実施された。寺の東にあった山と跡、本堂跡と思われる石垣以降、主老の基段、性格がはっきり確定できないが、寺の石垣以降、井戸跡が確認された。また、遺物としては、江戸時代の陶磁器が多数出土した。型、見間、工業作り。 どういった武器の仏道混流年代は、様式から江戸時代中期と見られ、解体修理時に、宝永の年号を牧書した板が発見されたことから、宝永年間の竣工とみられる。臨在院直属ではなく、達中の自防院が別当として管理した。臨在院が廃寺となり、建物がすべて失われても、このお堂だけは、地元の住民が守って維持された。 昭和62年9月に宮城町が町の有形文化財に指定し、これを受けて修理のための河北やマリン財院ベザ天堂修復法参会が作られた。宮城町は同年中に仙台市に合併したため仙台市の文化財となり、市の補助を受けて修復法参会が平成元年に道を修理した。ベザ天堂の裏には湧き水があり、 小さな池から溢れ出る細流は下って梅田川に注ぐ。かつて周辺には湿気をこの幹に着生するかやらん。モミランが生えていたが、周辺の宅地化が進むと見られなくなった。以上、安営風土木書き出しによる。以上、安営風土木書き出しによる。ありがとうございます。